皆さんこんにちは。愛犬家住宅を推進しています、セラフ榎本です。愛犬との暮らしに関する些細な相談から受けたまわります。お気軽にご相談ください。今回はグリーンランドドッグについてご紹介いたします。グリーンランドドッグはイヌイット族がグリーンランドに持ち込んだスピッツタイプの犬だと考えられています。シベリア北部、アラスカ、カナダなど極寒の地に広がり、シロクマやアザラシ狩りに使われていたようです。またソリ犬としても使われていたそうです。仕事好きで飼い主に従順な性格です。グリーンランドドッグには毎日最低でも1時間以上の運動をさせてあげることが必要なようです。以上でグリーンランドドッグのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から受けたまわります。お気軽にご相談ください。